はい、皆さんどうも、こんにちは。はズームキーを間違えたんだけど、ということで今回もてか今回はですね、新しくモッド実況やっていきたいと思うんですけど、今回のね、あれはなんと孤島です。そして通常世界では孤島しか僕は動けませんので、まあ、孤島でなんとか頑張って資源を集めなきゃいけないとかいうね、鬼畜なことをやっていきたいと思います。やっていこう。今回の目標というか、目標はまずね、エンドをクリアすること。僕まだ 1.12.2 というか 1.9 以上でエンドをクリアしたことがないので、まあ 1.9 以上で初のね、エンドクリアできればいいと思ってます。モッドはまあたくさんあるんで、まあ書けたら書くけど、書かなかったらごめんねってことで許してにゃって感じで、はい、ということでやっていきましょう。まずはまあ初歩的木集めからいきましょうか。もう木集めはもう当然だよね、マジで。もう木を集めねえのはもう罪、マジで罪。うん、ということでやっていきましょう。木を集めてから、ちょ、うるせえ音量、音量うるせえ音量、ということでやっていきましょう。まず木を集めましょう。とりあえずなんと皆さん、カットオールが今回入っておりますので、まあ楽かなって感じで、じゃあカットオール使っていきましょう。よいしょ、よいしょ、こうやってやって、はい、これでカットオールができるね。できんのかな。あららら、ハールデイトが、あ、来た。ちょっとワールドエイト動いてるけど無視してください、これ。ワールドエイトがもう完璧動いちゃってますね。もう無視でお願いします。まあ、とりあえず木はこんなものでいいでしょう。ってことで、じゃあ、地下行きましょう。とりあえず、皆さん、今回は通常世界ではもう、ここの孤島しか動けないと僕は言いましたけど、黄昏とかもあるんですよ、黄昏。満腹度これしか回復しないんだけど、どういうこと？まあ、いいや。黄昏とかも皆さんあるので、黄昏とかは、探索 OK ってことでね。まあ甘いけどね。まあとりあえず今回の目標は、クリアということで、目標頑張っていきましょう。ってことで木のシャベル完成。いきましょう。掘るよ。ほい。ディゴールがもう動いちゃってるから、ちょっとあれなんだけど。まあしょうがねえよね。まあとりあえず石回収しましょう。とりあえず石器時代解禁でございます。いっす。ってことで、作りましょう。なんと、ピッケルの完成度。OK。じゃあ行きましょうか、地下。いやー、緊張するね。もう早速クリーパーがもうね、あなたを待ってましたみたいな、もう結婚しましょうみたいな流れで来てますけど、なかなかそいつちょっと重症だな。なんとかしましょう。じゃ、ちょっと借りましょうか。あんまり僕 1.12.2 のね、マインクラフト慣れてないんでね、もう速攻でやられる気しかせえへんだけどね。あ、まあ、なんでこういうものも入ってんだよ、適正ツールによ。これ入れた覚えねえぞ。ってことは、ここ暗いんだよね。え、なにこれ。お、やば、海と繋がってんじゃん、ここ。すげえ。それでダイヤモンド取りましょうかね。ダイヤモンド取らないと、と思ったら敵がいたね。ちょっと見づらいね、ここね。おい。あ、待て、落ち着け。えい、ぜぜい、お前ぐんねえって感じで。あ、やっていきましょう。鉄回収しましょう。で、鉄回収して、ちょっと暗いね、ここね。ちょっと光補正多分かけてると思うんですけど、暗いです、とりあえず。洞窟の中まで表示してくれないのかな、このマップ。まあ別にいらないんだけどね。水ちょっと大事な、まあいかんか。いらねえな。食べちゃいましょう。暗い。ちょっと待って。あー、おんまい。よし。よし、オッケーナイス。とりあえず、え、これ、え、嘘でしょ？孤島で何これ。え、ちょっと積みじゃない？ちょっと待って。石炭も何にもないじゃん。終わっとるよ、これ。ここ終わってる。ちょっとオワコンだよ、マジで。終わってんだけど、これ。ちょっとどうしよう、これ。で、まあ、ゾンビ対策ってことで、今回はさ、上に作ろう。うん。案外なんかみんな上に作らないから、ちょっと今回僕はゾンビ対策で上に作ります。うん、僕もあんま作ったことないんだけどさ、めんどくさいんだけど、まあ、でもその分あのゾンビが来づらいので、クソめんどくせんだけどね。もうゾンビ対策ってことでね、あれなんで、ちょっと待って、取れないんだけど。はい、です。ここね、ゾンビ対策の家作っていきましょう。まあ、とりあえず、あ、待って、ベッドとかも作れないじゃん。終わったな、これ。いや、まあ、では、とりあえず、まあ、孤島でも生きていけるから大丈夫だと思いますけど。よいしょ。オッケー。とりあえず、頑張っていきましょう。うん、完成。はい。まあ、適当。うん、適当だな。で、まあ、作業台とか置いとけばいいんじゃないですか。こうね。こう置いといて、こうと。うん、これでいいだろ。はい。オッケー。雑っ。うん。まあ、大丈夫だろ。うん。まあ、とりあえずこれで、まあ、はしごとか作っておけば大丈夫かなって感じなんで、やっていこうかな。よいしょ。OK。まあ、こんな感じでいいっしょ。もう家じゃないけどね。もう家というよりかも、何なのこの家みたいな。もう誰の家ですかみたいな。もう、オタクの家ですかみたいな。もう、差し押さえしま、いや、ちょっと、アイテムレシピなんか邪魔。よし。ほんと、そんな感じで。
まあ、こうしとけばいいか。うん、かなりちょっとね、経済的よくない？うん、ということで、ちょ、とりあえず苗木いっぱい設置してダイヤモンド取りに行きましょう。今の僕のこのままだと僕が終わるんで。いやマジさ、ちょっとリンゴとかないしさ、ちょっといろいろな意味で終わってんだけどさ、これちょっとやばいやばい、満腹が死ぬ、満腹が終わる、満腹 GG ってことになっちゃうよ。じゃあ探索もう一回行きましょう。探索行くぜみんな、もう一回行くぜ。マジでちょっと今日のちょっとあれだな、マジでちょっとあんまりなんかあんまり僕が満足いかない風で終わるな、これ絶対絶対終わるわ。でことで地下行きます。ちょ、直下掘りしていきましょう。よいしょ。ちょ、俺の満腹度の問題がちょっとあるんだけどさ、ここら辺湧かないかな、もう。よし、オッケー、行くわ。じゃあ地下行きましょう、地下。はい。おこれ繋がってんの？マジか、ラッキー。やったーと思ったら違ったわ。これどんだけ規模でかいの、これ。おい、これいいね、これ楽なんだけどね。この採掘法みんな完璧だね、これ。俺が設定したわけじゃないけど、自動的に設定されていたオチだからね、これ。完璧やん、これ。うん、マインオールこれ、ぶっ放したらどうなんだろうね。うん。まあいいや、行きましょう。はい。はい。お、いいね。これ自動的にこの地下を見つけられるスタイル。お、待って、地下見つけられなかったー。あ、でも地下あるんじゃないかな、これ。ある音するよね、みんなね。これまたカットオールでも行きます。カットオールでも行くよ。はい。えい、カットオール。いいね、いいね。これぞチート。よし。ってことで探索していきましょう。よいしょ。よいしょ。まあ、とりあえず石炭とかは、あ、いいね。石炭いっぱいあるの、マジナイスだね。よいしょ。あ、これあった、ワンチャン。あ、洞窟見つけたね。オッケーオッケーオッケー。ナイス。と思ったけど、これ、どんな洞窟だ、これ。あ、これ砂だしね。ちょっと待って、水がちょっと邪魔。オータク水邪魔。よし。消しときゃ OK? よし。ってことで、とりあえず石炭集めて、OK、OK。なんで水がこんなあるの？あ、いた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 。今いた？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 今いなかった？いる？いる？いる？うわー、そこいたのか。ちょっと待った。危険危険。危ない危ない。これぞ。危ない。はやぶさ起き。これぞはやぶさ起き。おら。お前ら、やめろ、マジで。お前ら、虐待は犯罪だぞ。怖い、怖い、怖い、怖い。なんでスケルト逃げたの？やべ、こっち来る。なんで一体スケルト逃げたの、マジで。ちょっと待って。お前、ちょっと、お前はいいやつね。ちょっと。怖い、怖い、怖い、怖い。怖い。スケルトン、怖い。怖い。危ない。早く、早く、早く、早く。怖い。おとなしく、おとなしく、早く、早く。早よしろ。なんで来ねえんだ、お前は。もう聞き分けがねえやつだ。で、早く、早く。です。お前はもう終わった。お前の人生終わっている。はい、お前軍です。よーし。ってことで、探索しに行きたいんだけど、まだなんか色落とすんだよな。なんか、あー、これ、そういうこと。あ、そういうこと。あ、そういうこと。もう洞窟だ。完璧な洞窟じゃん。一回ちょっと帰るか。骨もらったんで。一回とりあえず帰りましょう。とりあえず、骨粉が手に入ったんで。まあそうだよね。それは一発で育たないよね。いやー、隣の島行きたいな。けどな、ルール上ダメなんだよな、今回な。全然黄昏も行けないしな、今のところ。これさ、開けたら絶対俺が死ぬんだよね。どうしようみんな、これ。僕、どうしよう。生き延びれないよ、僕。僕、どうすればいいっすか。よいしょ。僕の生き延びる術ではないぞ、マジで。どうしよう。マジでどうしよう、みんな。うん、これ多分掘ったらバッてなるよね。うん、なると思ってた。僕の生き延びる術がない。もういいや、行きましょう。もう一回、僕行きたくないな。てかまた、ちょっと待って、やばい。満腹がもう GG オンマイグンネスなんですけど、マジで。いや、絶対これいるんだよ、敵。もういるんだよ、絶対。もういるもん、絶対。松明置いてきちゃったし。うわー、ちょっと今のはマジ助けられた。危ない、危ない。ちょっと待って、なんか嫌な音するよ。危ない危ない。あ、喧嘩してる、喧嘩してる。あ、上がってこ。来い。あ、なんか喧嘩してんだけど。オッケー。漁夫乗り。ここで漁夫乗り決めていく。まあ次回探索っていうか、まあオフで探索しますか、これは。ね。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。次の動画で皆さんお会いしましょう。お疲れ様でした。またお会いしましょう。じゃあね。バーイ、チャッ。